学生時代から伝説だらけの大谷翔平は、高校時代ジュース代わりにプロテインを飲んでいた。大谷が高校時代に憧れていた選手は、投手はダルビッシュ、打者は松井秀喜。大谷は寮生活中にご飯を何杯食べるか記者に聞かれ、10杯だと答えた。体重も記者に聞かれ、86kg だと答えたところ、チームメイトからデブだといじられたが、デブじゃないって言われたもんと言い返していた。大谷は17歳の時、大谷は高校時代ずっと寮生活で制服、ユニフォーム、ジャージだけで過ごしていたため、私服を持っていなかった。高校野球引退後、チームメイトとユニクロに行って私服を揃えた。大谷は小学生の頃、将来どんな人になりたいかという質問文に、普通の人と回答していたが、全く普通の人になれていないと話題になった。